皆さんこんにちは、ゆりこたんやがです。どうも、今回リーゼロのエミューのコスプレしてみました。イエーイ。で、パクちゃんも、パクちゃんに見えないけど、パクちゃんに似てるのアモリくんをやってくれてます。イエーイ。手を貸してください。パチ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 いい子だね。はい、ちょっとね、ずっと寝てたんだけどお邪魔してしまいましたね。はい、ちょっと待って、ちょっと猫ちゃんがいると説明できないけど、今回あのオーバーロードとリーゼロのコラボがあったので、エミリアちゃんのコスプレをしてみようかなと思って、で実はね、昔からやりたかったコスプレなんですけど、似合おうかなーじゃ、でめっちゃ肌白いんだけど、やっぱり全部白くにすると、なんかちょっと黒子に見えないって思ってた今。そっか、白人のコンプレックスかかな。はい、今日の一緒のポイントは、まあ、個人的なというのことなんですけど、耳です。なぜというと、エミリアはねハーフのヘルフだから、耳が必ず、今食べてるんでしょ必ず耳が必要です。ちょろって見てるのレアさんがね、結構耳忘れる人が多い気がしてて、まあもうちょっとね、私はね、ほんと耳が頭ね、ちっちゃいから、すごくこれを聞くに見えるなんですけど、超ザエルフな感じするんですよね。あとはまあ結構なんか起きやすい衣装ですよね、全部ワンパッドで。あとはこれちょっとね、アニメ見てる人が分かるなんですけど、なんて言うと、ちょっとアニメまだ見てない方がねちょっとね、でもこれもポイントだから、ぜひアニメを見てほしいです壊れるかもしれないけどということで、エミリアはね、性格的にはあんまり似合わないかなって思う。なんかお綺麗なお姫様、優しくて本当憧れるぐらいの存在なんですけど、個人的な性格が何のキャラクターに似てると思いますか？ぜひコメントにしてほしいんですで、ゲームするときってさ、ちょっとノリノリで、あ、もう家に来て、もう家でコスプレしてゲームするのマジで最高。メイクとかカラコンとか、今日はカラコンはね、同じ、私はずっと思ってたの、カラコンが売り切れてたから、もうずっと持ってたカラコンを使ってて、ちょっと満足してない満足してないです。だから今度もっともっと可愛くエミリアもやりたいと思いますということで、エミリアの格好で、あ、戻ったねパク来て、パク私の後ろにいたらもったいないよ、パク噛まないで、パクカモリー。そうですね、まだ見てないの方はぜひこの子が家に入った時の動画を見てください。これが好きだねこれが好きでねということで、ゲームを遊びましょうね。はもれねー。はい、ということでゲームを始めたいと思います。いい、今回10回ガチャガチャをやってみたいと思います。どこがエミリアが出たらいいなんて思うんだけど、ラムとネモちゃんも可愛いから、ラムとネモちゃんもいいんだけど、せっかくだったらエミリアがいいかな。いきます。あ、ドキドキするパクちゃんもいるよね、やっぱりエミリアちゃんがいると。いってきます。イエイ。おお、あ、行こう。あ、でも消えるな。うわ、どこか。エミリアレムの姉ロズワルさん。どういうこと？わあ！でもラムちゃんが出てきたぞ。ラムちゃんが出てきたぞ。え、一回したらラムちゃんが出てきたぞ。すごくない？ラッキー！というか、レムとラムって言ったら私はラムの方が好き。言わないでね。ねえ、ラム好きな人少ないけど、私可愛いと思う。でも一番好きなのはエミリアちゃん。でもすごい、ラムちゃんはもう出たらめっちゃ嬉しい。じゃあエミリアもどこかに出るんじゃないかなって思う。うわーすごい、やったー、ラモちゃんといける、よし。
今日もまだまだ、でもモモンガ様出たんです。終わっちゃったー。ちょっとねダメだったんですけど、やっぱり一番最初はね多分ラッキーすぎてね、ちょっとラッキーすぎたから。ラムちゃんが出たーん。おー、いい感じですね。めっちゃかわいい。まあ、例えば、マリチェロか、誰でもわかるぐらいアニメだと思うんですけど、まあ、わからないと、ここに、説明とかプロフィールも書いてるので、このキャラクターのことも、勉強とかにもなりますね。やっぱりかわいい。ということで今回、まあ、エミリア出なかったんですけど、ラムちゃんが出たのはすごく嬉しくて、一回だけをやってバーってちょっとドキドキした。で今回はねちょっと大きな声が出れないんだけど、ずっと猫ちゃんが今ここに出てるが、またねこのコスプレがねやるチャンスがやっと出たので、何年かを待っててよかったなって今思いました。はい、皆さんはどうと思いますか？リゼロとか好きですか？お、で、わからん、ちょっと間違いなかったら新しいシーズン、アニメのシーズンも出るって聞いてたんですけど、どうかなって、というモーリー、モーリー似てる、似てるねちょっと待って、もう一個かな似てるね。いいね、君は強いね。さすがパックです。今度カバンを作ってあげる。私のペンはダメですよ。めっちゃ噛んでる。せーの。ダメー、いたー、いたちょっと待って、ネズミと遊びなさい。いや、私ネズミじゃないよ、私ネズミ、いやあげるよ。はい。ここ、ここ。わわわわわわわ。よいしょ。はい、全部です。めっちゃ食べてる。いい子。あ、でも反対だよこれ。おいおいおい、君反対だよ、こっちやん。